あ今夜もねデュエプレの新カード情報が出ていましたので皆さんと見ていきたいと思います。これでね先駆けまっすぐって読むらしいんですけど、能力は自分の進化ヒューマノイドの召喚コストを2軽減するというね能力を持っているんですが、このクリーチャーを出せば次のターンに6個ストイキのね進化ヒューマノイドをスムーズに召喚できるということで、いやいやと、いやいやバナナさんと、今さらヒューマノイドの進化コスト2軽減したところで何できるんすかバナナって思った方いると思うんですが、甘いです。はい、まあ確かにねヒューマノイドといったらもう不死身男爵防具とかね、まあ喧嘩やタイラーとか、まあ一歩譲ってバルボーグみたいなイメージしかないと思うんですが、今後ねゴールデンエイジ鬼丸バクだったり、まあ、鬼殴りとか鬼殴りザ・レジェンドっていうね結構ね優秀な進化先がもう豊富に存在してるんで、結構ねそいつらがデュエプレに来てさえすればこのカードはね割と必須級のねカードになると思うんですが、赤黒ヒューマノイドではね必須カードになってくると思うんで、今後の追加カードに期待ってところなんですが、あとねパワー3000っていう点もめっちゃ強くて、ポッコルピアとかより、まあ、ポッコルピアのね他の、まあ、コスト軽減のクリーチャーってパワー1000とかなんで簡単に処理されやすいんですが、3000ラインなんで、まあ、処理されにくいっていう点もねかなり強いのかなと。まあ、その代わりに進化クリーチャーしかコスト軽減できないんで、まあ、使い勝手はねやや劣るんですが、ヒューマノイドデッキだったらそんなにデメリットではないかなと思うので、まあ、今後のね追加カードに期待しましょう。ということで次のカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ続いてのカード見ていきましょう。来ましたね、トラマルトライ G ということで、これマジで待ってたんすよ。ありがとうございます、タカラトミーさん。僕はもう一生、もうデュエプレは神ゲーだと言い続けます。もう布教しますんで。はい、僕ね、トラマルトライ G と、キラマルっていうね、カードを使ったデッキをね、こよなく、こよなく愛していたので、デュエプレで使えるというのはね、もう最高ですよね。もうアタックトリガーで、ハイリスク、ハイリターンなガチンコジャッジをね、行うことができまして、いや、これね、3回のガチンコジャッジで2回ね、2回以上勝たなければいけないんですが、まあ、その分ね、ガチンコジャッジを成功させた時のリターンっていうもの、かなり大きいものがあるんで、まあ、2回勝ってもね、8コスト以下のハンターを踏み倒すことができるんで、トワリューとかね、踏み倒せるんですよ。今のデュエプレだと。もうそれだけで強いですよね。なんですけど、このね、クリーチャーとめちゃくちゃ相性のいいカード。まだね、発表されてないんですけど、逆転プリンセスプリン。これ実装しなきゃ始まんないっしょ。トラマルトライジーはもうこの絵柄が懐かしい。イラストが懐かしすぎて。で、これね、プリンの能力のアンタップ効果によって、再度ガチンコジャッジを行えて、もう盤面最強にね、することができるんですよ。まあ、なんですけどね、デュエプレ盤面7体制限なんで、キラマルとかだともうオーバースペックになっちゃうのがね、ちょっと残念なんですが、まあ、それでもね、かなりの爆発力がね、見れると思うので、ヘッドとかもこれで踏み倒せるので、まあ、キラマルはさすがに混乱でこなそうなんですけど、まあ、ヘッドとか、他にもうちょっとね、なんか踏み倒しのできるハンター、大型ハンターとかが、てくれたらねもう最高なことになると思うんで、あとねまあこれ進化クリーチャーなんですけど、燃えるゴーっていうカードがあるんですけど、燃えるゴーで持ってきて次進化みたいなねこともできて、結構ねマナーカーブ綺麗につながるので、割とね簡単に進化できるんですけど、ライフ燃えるゴーをトラマルトライ G が、まあ、理想ムーブなんですが、ライフとかね入れちゃうとガチンコジャッジがね弱くなるっていうね、これジレンマがあるんで、ちょっとライフとかの枚数はね考えなきゃいけないんですけど、いやマジでねトラマルトライ G でマスター目指す企画僕絶対やりますんで、楽しみに待っててください。ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあもう笑っちゃったわ。ビクトリー剥奪マン、しかも SR ですらないというね、ゴールデンエイジ鬼丸バクが発表されていましたね。能力なんですけど、6マナパワー13000のトリプルブレイカーというね、
めちゃくちゃ強力な基本スペックに、山札の上がヒューマノイドであれば破壊されないね痴漢効果と、破壊された時に自身の進化元をねリアニメイトするっていうね能力を持っていますよね。もう化け物なんですよね、シンプルに。まあコスト6のねヒューマノイドは、まあ、若干重いとね感じられる方いると思うんですけど、まあ、さっきね発表されていた先駆けまっすぐですよ。これとつなげることで、もうこれがね爆速でもう3、4とつながるんで、コスト4の召喚4しないねトリプルブレイカー、しかも破壊耐性持ってますよということで、バカ強い。もう出てしまえば相当きついんじゃないかなって思うんですが、破壊以外の耐性がないんですよ。これ分かりますよね、皆さん。どんな意味を持つのか。そうなんです。どんどん吸い込むナウで、どんどん吸い込まれてしまうので、鈍水の使用率ってめっちゃ高いじゃないですか、デュエプレで。なんで、この先駆けまっすぐを、まあ、多面展開して、鬼丸バクとかを出してあげればいいのかなと。まあ、バクを最速、まあ、鈍水をね、採用しているデッキに、最速で出して最速でバウンスされてしまうと、いや、結構ね、テンポ失ってしまうので、そこら辺をね、気をつければ、かなりのね、破壊力を持ったカードですんで、割とこれヒューマノイドビートの時代来るんじゃないでしょうか。ということで、続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、9時の目玉カード見ていきましょう。鬼丸ヘッドが発表されてましたね。まあ、紙と比べると、まあ、エクストラターン。一生俺のターンがね、できなくなってしまったんですが、正直、エクストラターンなんて、一回取れれば実質勝ちなんで、これはまあナーフというナーフじゃないですよね。むしろいいナーフまでありますからね。ヘッドでずっと俺のターンされるほどね、面白くないことはないんで、まあ自分がね、する分には最高に楽しいんですが、相手にされるとね、結構不愉快なんで、これはね、いい調整かなと思います。まあ、能力なんですけど、ガチンコジャッジに勝利すればエクストラターンというね、もうアタオカカードですよ。しかもね、自身がスピードアタッカーなんで、ラグなしでガチンコジャッジをね、行うことができて、まあ大体の確率でヘッドが入るデッキはね、ガチンコジャッジに強い構成になるので、まあ一回ぶん殴ればほぼほぼエクストラターンがね、発動してしまうという、もうマジで最強のフィニッシャーなんですよ。まあデメリットっちゃデメリットなんですが、10コストと非常に重い点がね、まあネックかなとは思うんですけど、コントロールデッキね、フェアリーミラクルとかでブーストできますし、あとレンドラ、いやこれバルガライゾーから出したかったな。これオールディビジョンやばいことなんじゃないこれね。えギフトライゾーからこれ出てきますからね、えぐないっすか。マジでオールディビジョンがマジで魔境になってしまうんですが、あとねミステリーキューブこれ来てほしいよね。あと砲丸ブラスター、まあそこら辺で踏み倒せばね、やばいっしょヘッドは。もうマジで最高だよ。僕もヘッド大好きなんで、まあみんなもね大好きだと思うんですけど、なんでねヘッドが来たということで、まあガチャガチャデッキだったりコントロールデッキだったり、まあトラマルトライジーデッキだったり、もういろんなデッキでね採用される最強カードだと思いますと。でね、まあ今回で新カード情報は以上なんで、またね、新カード情報が公開され次第動画にしていきたいと思いますので、よろしければね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、またね、次の動画でお会いしましょう。さよなら。